土井昌平土井昌平10月6日から1978年11月9日は、日本の内務、警察官僚、弁護士、幹線県知事、旧姓、八木、岡山県政裁上軍西戸又村上、河原の出身、八木木次郎の逸尾として生まれ、叔父、土井屋之助の養子となる。三中学校、第六高等学校を経て、九百十九年、 東京帝国大学法学部法律学科を卒業。内務省に入省し、山口県属となる。以後、山口県警視、1923年4月、奈良県理事館、愛知県理事館、1927年2月に、欧米出張を命ぜられ1929年1月に、基調し、山口県学務部長、内務省社会局事務官、同所機関岐阜県書機関。 警察部長、青森県書機関、警察部長、宮崎県書機関、内務部長、福岡県書機関、経済部長、大阪府経済部長兼大阪府工業、省令官庁などを歴任。1938年4月18日、山梨県知事に就任。万毛開拓義勇軍の創出が開始された。また、観光事業の振興に尽力。 1940年1月、石川県知事に転任。食料増産、強制貯蓄などを推進した。1941年1月、新潟県知事に転任。政党の解消、地方事務所の解説、新潟県五国神社造営などに取り組む。1943年7月1日に、胃顔面本館となり退官した。その後、 商業法国会中央本部長を務めた。戦後、公職追放となる。その後、神戸市で弁護士を開業した。ありがとうございます。